基本メジャー幹部藤浪アスレチックスは歴代最弱、悪臭を放ってる。アスレチックスは5月3日まで20失点以上の試合が12度、同地区の他の4チームは全部合わせても10失点以上の試合が7度である。いかにアスレチックスの状態がひどいかをよく表している。またア・リーグの他の球団幹部は本当にひどいチーム、悪臭を放っている。正直に言ってキャリアを通してみた中で一番ひどいチームだと思うと言っている。は？夏やんけ、夏で弱すぎるやんけ、マジで。そうそう、臭そう、ちょっとおもろってグラスですわ。 NPB には悪臭を放つチームはありませんか？藤井、風呂に入るんだ。もはやアメリカのアスレチックスファンよりも日本のアスレチックスファンのが多いまであるぞ。サンキュー藤浪。すごいな、歴代の中でも挙げられるクラスなら相当や。1962年のメッツと比べられとる。メッツ新設初年度やな。それでも40勝120敗だったが。はっ、60年前と比べられるのは大谷とアスレチックスしかおらんやろ。また公式ライバルか。先発に勝ち星ついてないとかマジかよ。日本にもこんな球団いたことないやろ。愛中日ファン、下を見つけて安心する。メジャーのすごいとこって、こんなオワコンチームが2年くらいしたら南下級に優勝候補になることだよな。ここまでのオワコンチームはなかなかないやろ。4子チーム再建や。とりあえず日本から大谷のライバルを獲得していくと。あのさ、少なくとも俺は止めてたで。ワイも止めたはずや。聞かなかったのはアスレチックスの方。タンキング、タンキング。最近タンキングってよく聞くけど、なんやリコーダーと何が関係あるんや？それはタンキングな。タンキングは焼肉が安くで食える店や。くさ、焼肉キングみたいに言うな。タンキングは球団再建みたいなもんや。負け続ければドラフトでいい選手集まるからな。日本みたいに一巡目は串とかもないし、メジャーでは実際いい選手取れたら数年で大復活ってのはよくある。オリオールズとかコーナー挟んで3回100敗以上してたらから急に優勝争いになってたりするから、タンキングがあるのは事実。Y はまだここからアスレチックスがエース藤浪と共に来年優勝することを夢見とるで。